ープニングの収録は換気に配慮してソーシャルディスタンスを保った上でマスクを外して収録させていただいております。陽介のパチンコフェスのボードまでやたらノイズがかかって聞こえるスーパーミラクルジャグラーのリプレイの音、タッテテ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 、はい、おはようございます。番組陽介でございます。改めましてマスクの方を着用させていただきますと。さあ、ですね、本日はこちらメガガーデンスロット館さんに、所沢スロット館さん、メガガーデンスロット館ってどこにでもあるわって言ってるんで、メガガーデン所沢スロット館さん、全台数700台でね、まあ、最近グランドリニューアルオープンされたばっかりということで、1号か2号か合わせて、まあ、驚異の台数700台、700台もあるとやはりですね、選択肢が広がりんぐでございます。もうね、まあ、当然ね、1回メインフロア、凱旋、聖夜などのね、メイン機種がずらっと並んでおりますので、団長とかそれはね、朝一からそこ埋まるよ、それは埋まるなんですけれども、もうね、我々のようなというかね、私のようなね、パチスロエンジョイ勢はですね、最短でまっすぐに一直線にですね、3回バラエティーコーナーへ。もうだってカロだよ今日、もう数字とかもうって感じだからね。カロの隣ピンクドラムだったしな、なんだったらその横にはマジカルハロウィン5を挟んでアベンジャーズとテラフォーマーズが並んでるからな。それができるのはね、やっぱりね、台数多いお店だから。もうね、1回で打てる人たち、あれもみんな金に目のくらんだ人たちなんでね。エンジョイ勢じゃない。だから今日思うのは、まあ、当然みんなメイン地盤狙いに来ます、勝ちたいから。それはもちろんね、僕も納得している。ただ今日はもう朝一3回まで行った私の、要は同類の人たちよと一緒にね、バラエティーコーナー楽しんじゃうぞっていう感じでやりたいなと思ってますので、俺はね、朝一からタイムクロスに特攻した兄ちゃんにはね、爆出ししてほしいと思いますけれども、いけるっていうことで、今日ね、パチスロからで、ね、あなたの近くに気になるよ、すけ、サビーのガロ守りしもの行くぞ、ガックンめっちゃした、まさかのちゃんとリセットされている。でもね、昨日そこそこ出てんのよこの台、このリセットがきちっと出るか強度出るかですよ。簡単に説明しとくと、玉集め系の A プラス ART のタイプなんですね。基本的に言えばね、名役を引いてチャンスゾーンを引っ張ってきて、でチャンスゾーンで刺して ART に入れると。でボーナスはちょっと重めの台なので、どっちかっていうとやっぱ ART がメインになりがちかな。で、1セット50ゲームだっけな、もうちょっとだいぶ昔の台なんでね、覚えてないですけど、ART 中に弾を貯めて、ホラーを撃破できれば次のセットまで継続するよっていう。で今日のカメラマンはね、新人カメラマンのワーケーブが誇る巨漢ダー様です。多分ね、ダー様のイメージ映像が出てると思うんだけど、ムキムキのマッチョの可能性あるね。よろしくお願いします。私そんな初めてのカメラマンの時にこんなややこしい台をチョイスしていいのかという話もあるけど、おい、またお前、自粛期間があったじゃないですか。で今まあちょっと自粛の方も解けてきて、そういうこと。でいよいよさ、パチンコ屋もやり始めたわけじゃないですか。でもちろんいろんな対策をした上でね、なるとね、僕も最近なんかやばいんだよ、一月溜まってた分もあるから、パチンコすると楽しくてしょうがないんだ。今まで触んなかった台とかを触るようになってるわけで、この間ね、コードギアス R2 打って8万円負けるっていう、なんもできないんでね。なんだったらゼロレクイエム入れて8万負けたからね。続かない続かない。ガロの話 しながらサビーの台の悪口打つ言うのもどうかと思うけど、でじゃあゼロレクイエムってどうだっけなって言ったら、で Google で探すわけだ、スマホでね、ゼロレクイエムって言ったら、ゼロレクイエムスロットしょぼいって出てきたからね。そう、今ねそれを言おうとしてるの、設定変更後はね、この台天井が浅くなる、なので、まあ、はまるんだったら今のうちにはまっときたいよね。じゃないと当たりの絵取れないからね。パオーン、
全長入ったかな。めっちゃ煽ってるよ、めっちゃ煽ってるよ。あ、Cセット。いいじゃない、早いよ。何弾きゃいいんだっけ。何でもよかった気するんだよな。まあレベルは分からんけど、まあ行こう。で、なんかね、今聞いたらガロは中押しが楽しいらしいです。中押しするとなんか北斗っぽい感じになるのかな。お、赤い、燃えた。さあどうだ。レア役は全く来ませんが燃えてます。おいたー、いいよいいよ、今がチャンスだ。これもらったやろ。ほらほらほら、もうなんか違うもん。これが超かっこいいんだよね。ありがとうござい。いや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 、復活でしょさすがに。おお、びっくりした。ありがとうございます。投手6000円かっこいいの。ここがめっちゃかっこいいの。俺これだ、この味そこすごい好き。やっぱね、ガロっすよガロ。もうケンシロウとかトドロキ本郷はやってくれる気がしないけど、ガロはなんかやってくれる気がするもん。ここで多分 ART レベル上げるんだろうね。大丈夫です、ガロを信じろ。よし、で、弾3個でスタートしてね、1個で1回のバトルができるよっていう仕組みです。なのでレア役を引いて弾を集めたい。で、特殊の弾とかもあって、あそこに出た出た、こんなんあったな。多分リプレイが取りやすくなるんだよね多分。すっげえとこまで滑ってったけど、ごめん、多分ね、こぼしたね、スイカを。おい、で、こうやって揃うと、まあ絶対取れるよ。効果が終わりましたか。でも、まあ最先よく2個取れたね、今。さあ、やってきた衝撃バトル。できるだけ省エネでいきたいで、2個ぐらいでいきたいで。レギュレーション出た。まあまあ強いっす。うわ、強っ。リプレイはやっぱダメなんだよね。グラウリウス光れ。ああダメか、全部レギュレーション。頑張れ。頼む、ラスト。あー弱い。オールリプレイ。なんと初 ART トータル65倍で終了です。くっそー、出直しか。まあしゃあないっすね。ただチャンス総援の入り、ART の初当たりが軽かったんで、まあまあめげずに行こう、めげずに。2枚目っす。最近このなんかこう A プラス ART が打ちたいのよ僕は。6号機は AT しか出せないからさ、やっぱこう ART 中とかにボーナス引いた時がたまらねえんだって。コーヒーゼリー買ってきた。パチンコ打つ人やっぱコーヒー飲みがちじゃない？最近すっげー思うんだけど、やっぱ俺もブラックすごい飲むんですよ割とね、打ってる時って。でブラックコーヒーってさ、めっちゃトイレが近くなるの、もう半端ないよ。ブラックコーヒーと緑茶とね、レッドブルはものすごいやばいんですよ。でパチンコ屋でいる時の匂いほど邪魔なものないからね。
本当に俺は打ちてんだよ。そんなにけっ400ゲームチャンスゾーンも出てないわ。おー、さすがに気持ちいいな。いいとこで引いたんじゃない。でもあ、なんか怪しくないこの出目。違うバトル撃破せよ。あ、ですね。払い、あ、Vフラッシュ、Vフラッシュセットにやられてるっていう。若干めんどくさいですね、これは復活。はい。ザルバ。オーケー、オーケー。って。いや嬉しいんだけど、こんなに開くの分かってるのない。ありがとうございます。さあ投資19本。紫黒421ゲーム。はい。ヒバボード。さあできるかな。これなんか打ち方あったっけ。多分 AR 人気だから普通に打ったらいいと思うんだけど。ジャックインの標識なんだって。レギュレイスから。勝ち切れ。めっちゃ乱れた画面なんですけど。ああ乱れとるな。無駄だって言われちゃった。やべ、ためもなく弾かれた。ファイナルジャッジメント。あっさりしてるな。出直しか。さあ3枚目が入りました。ビッグとARTが1回ずつ。チャンスゾーンも最初軽かった、あの1回だけ。これは設定ないな。そうだ、変身。ああ、足も出ないまま4万円目が入りますので、こんなにお金入ってると養分騎士って言われちゃうよ。うちに迷っちゃったのよ。あんた甲賀じゃなくてユーチャルなんじゃないの。3万円目4万円目でやれたことは150倍のボーナスを引いただけだよね。さあ5枚目っすね。しびれるな。結局一番楽しいというか一番面白い台って隣の台なんだよな。いつもディスクアップを、まあ、好きなやつがいるの。でもディスクアップって相性いい人と悪い人の差が激しいというか、その人が陽介さん、陽介さんって言うかもしれないけど、ついにこの間生まれて初めて一番打ちたかったパチスロ隣のディスクアップが打てたっていうけど。だって俺が入れた分全部右から出てるから。この間俺ルルーシュでやった感覚と一緒なんだけど、打っていいのは打たれる覚悟のあるやつだけだ。打ってもらった方が楽になるんで打ってもらっていいですか。ちょっと見てくる。この辺から怖いからカウンター見ないよ。なん、いや、おいおいやめろよマジ。990ゲーム。やめなさいよ。あと10ゲームで ART なんですよ。レーザーお気をつけて。997。
998999ゴール。お疲れ様でした。投資54,000円、天井 ART に到達でございます。エンブレム、お疲れ様でした。言葉になんないね。こっからだ、オーラを増やそうよ。ここでさあ参ろう。2回目長かった、頑張ろう。シュラ、俺がシュラになりそうですけど、なんだなんだ、強いんじゃない、バトル列車。三撃玉取った、よしこれでいけよ。これで、ね、一つの玉で3回のチャンスがあるっていうね、いいやつ。緑保留になりました。さあやってきた、頼む、さっさと抜きたい、使わないでいきたい。しかもさ、霊薬もゼロだったんで、シグマ強い。おーっと、おお助かったいやもうなんかこのおー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 って聞いただけで全て許せるで。よし繋がった、守り仕事って書いてある、なんだこれ、まさか中断中に、お弱中、あ魂1個もらった、こんだけかい、まかい、意外と止まんだけど、おなんだなんだなんだ、おおなんか弾くれたさあやろう、ラウンド2お願いします。なんでそっちやで、また出るで抜いてさっき、うわー、さあ三撃玉、三回勝負っす。あ、メシアじゃん、三撃、1、2、3、1、2、3、ドーン、おーし取った、素晴らしい、おー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 おっ、なんでレギュレースラッシュだ、おおよかった、まあまあ許そう、あのレギュレースにリップで抜いたのはよしですよ、口が見えないんだよな、これ。さあ、マカちゃん継続、ずっと魔界ですけどもね、うわー、1個も取れなかった、あとがない、やれる、ガロならやれる、あここまでっぽい、あーレギュさん達成、奇跡ですわな、残念、1回の ART 入ればここで出せるんですけど、さあどうしよう、ちょっとまあ様子見ようかね、うん、はい、スランプビル、はい、本日の実践結果こちら、バカ野郎、ボーナス1100分の1、魔界チャンス1144分の1、打つ理由がもうないんで終了、移動。
ガロド夫妻を何とかしようと思ってやってきましたパススルディスクアップの前でございます、ガロド出玉400倍弱390倍ぐらいでした。でね、僕が番組でこういうビタ押し技術回遊機打つのって多分下手する初めてかもね。っていうのと、あと僕ディスクアップ打ち始めたのすごい遅いんですよ。まあでも、まあ、世間的に評価も非常に高い体だし面白い、まあ、実際打ってみて僕もすごく面白いと思うし、うん、甘いと思ってる俺も。ディスクはちゃんと、お外れろ外れろお前、まあみたいな。僕はそのなんていうのかな、もちろん覚えた方が楽しいこといっぱいあると思うんですけど、例えばさ、あの滑り予告音ペラポーンってなったからここ押したらとかあるじゃん。僕は全然そういうこと気にしないで、もう素直にもうスイカと星が外れるのを待つタイプです。体に染み込ませる感じ、違和感を。見るよ俺おお、なんかめっちゃ発展すんなこいつ。ちなみに俺のディスクアップオカルトから言うと、あのガセルーレット、何も引かない時の三小刀のガセルーレットが頻発する台、これ良くない良くない、まずい。やっぱ予告音付きのね、ラジカセがいっぱい出る台がいいね。俺ちなみにバー押す人なんだけど、これ完全に葵ちゃんの動画見て覚えたからあ、いいよブレイカー、スタンスタン、あおっあやべ、マイゲーム楽しいっていいな。やっぱ意外とクソみたいなデメでも入ってたりするんで、さっきのルーレットとかも。まあ、あとはさ、そのビッグ引いた時に俺がどれだけビタできんだよって話が出ちゃうよね、どうしても。男気ミッションっつって男は黙ってビタ 66% だって俺そんなもんだもん、7割ぐらいだと思うよ俺ビタの成功率。そうだから結局、まあ、ビタできた方がもちろんいいんだけど、俺それよりも何回鳴らすかの方が大事だと思ってるから、あのディスクアップの予告音レディーって3分の1らしいんですよ。 1.5 分の1のモードと6分の1ぐらいのモードあるよね。なんかね、鳴るときめっちゃ鳴るんだけど、鳴らないときマジ鳴らなくて、俺この間ワンピック消化して2回しか鳴らなかったんだから。 ARG10 ゲームぐらいしかないの。いいな、あのリーチメンマシンはね、別に知識なくてもいいんだよ、うちのボスも言ってるけど。で、知識がない方が、あれこれってこんなとこで止まったっけなとかっていう楽しみもあるから、止まらないと思うんでちょっと決意の一枚書きしてみていいっすかとか。あとね、やっぱディスクアップリール見やすいと思ってるんで、うん、おっと今の音はなんとなく熱いよっていうことは知ってるから、してみようか。ピュンって言ったらビタって止まったね。これ3コマ滑ったらしい、これ普通にスイカっぽいな。外れろ意外と重複もあるからね、ディスでいいとこそこだと思う。あのスイカからも重複全然するんで、あげんな、あげんなんないと。あー、ワンチャン発展、BV になっちゃうかな。 BV か、おあるで、あるで、なくはないで。お第一テスト耐えたこれ楽しいんだよな。第二テスト耐えられず、お当たったよ、分かりやすく当たったよ。ちょっとあのパチスロボードまでしていい、あのディスクアップのボーナス確定の時の時のやつ。でん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 
V がビッグで B はボーダス、うん、これ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 あ、やべえ、あー持ち玉素晴らしい。え、これもしかして俺ビタ押しできるかどうか撮影されんの？任すとけ。まずは青7を押してからバーで、うん、で11番役取って、ゲイン、おっぽ、3択を当てに行く、オッケーいいんだって失敗してもね、めっちゃ鳴るな。あれ、意外と陽介ビタできんなってみんな思ってんじゃないの。あっ、でも見えてます、僕青7です。くー、まあまあいいでしょう。どうよ、実質1回、実質1回だから早くなった。とりあえずいいんだよ、 DJ ゾンデ引き戻せば。さあちょっと遊べるメダルができたなってなるね。外れてもいいから鳴るのが大事。愛話のラジカセだと思うソニーパイオニアビクターとかやっぱりいっぱいあるじゃない、音響メーカーが、まあ、そんな中でね、愛話さんはねもう安いのにそこそこ高音質っていうね。スタッフさん、あこんなにはしゃぎながらディスカップってどれぐらいなんじゃないの。本当、おっレバオンいきなりルーレットはなかなかないよ、チャンスよ、えい、あ、なんかすっげー変なとこ止まった、えい、おお、当たっとるかいお前、あざっす。こういうびっくりパターンもあるのもいいよね。ただ BB なんでレグの可能性があるんで、スタンスタンスタン、お、ワンチャンあるね。お、お、お、はい、どっちだろう。お、お、あ、滑ってきた。またお前か、もしかして。オーマイガード。オーマイガード、せっかく来てんのにな。嫌だよか。オーマイガード。化け4回目。ところでビッグ欲しいな。レグの方が重いんすよ、この台。おお入ってるよ、20ゲーム、めっちゃ遅れたわあからさまに遅れたわ、もう、あー止まった、よし持ちゲー、イエーイ、2度目のビーグ。さあちょっとビタ押しをしないといけないんだよ僕は。いやならず。さあ38ゲーム、ワンミス、ツーミスだけどワンミス。
DDT やらせろよ。はい、294枚遊べてる。なんでアフロレディとリーゼントマンは髪型の話なのにシンディだけシンディなんだろうね。だってそれが通るんだったらシンディポニーテールガールとかになっちゃうじゃん。すごいリハビリ感がすごい。ガロで傷んだ心をディスクアップで癒してる感がすごいよこれ。癒せる内容でよかった本当。これでなんかまた800とか言ってさ、レグとか言われたらさ、おっと褒めるとできるタイプですかあなた。なんかゲチェダとか止まっちゃえ。お、ゲチェダこそ止まらなかったけど一応発展はしたぞ。おお、ゲゲゲゲッツ助かる。お化けでできた。あ、しかも V ってことはボーナスピンクだ。楽しいディスカップだこれ。いいやつだ。うん、さあ おじさんもビタしちゃうぞ。ナイス。あ、あーやばい、あやばい、押せなくなってきた。どうした、めっちゃだるやん今回。全然ならなかったやんけ。お願い光らせて。ここ普通だ。コマ送りして攻めて、攻めてコマ送りして。3-0、しかも20ゲームしかない。2V1 が取れないね。昨日時をブロックのてっぺんの 2V1 2回外してんだよ。あんな大事な 2V1 なんやろ。めっちゃ枚数減らされた。はい、10ゲームのね、DJ の、まあ20ゲームは早いわな、さすがに。なんかこいついいやつっぽいんだよ。でもね、表現するのもディスカップですから。で、見極めはどこでやるかっていうと、ラジカセでやるんですね。とりあえず100ぐらいまで回して、ラジカセないなと思ってやめない。さあ、100ゲーム回しましたけれども、ノーラジカセでしたね。ああ横子もならなかったということでモードが落ちたと思います。時間も来たのでここで終了にしましょう。まあ、最後楽しいディスクでね、よかった。うん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやディスクアップ楽しかったな。うん、その前のことは記憶から消し去りたいぞ。投資の方がですね、いったな、59本2950枚かで、回収が463枚だったんで、まあまあまあドマイナスですが、まあでもね、それでもまあ最後の2時間ぐらいね、まったりと遊ばせてくれたんで、やっぱディスカップ楽しいなっていうのと、何て言うのかな、僕ぐらいの曖昧な知識で、えこれってこうなんじゃないのみたいなね、そういうのをなんか探しながら打つっていうのを見せれたので、それはまあまあ良かったのかなと。僕はね、哲さんとか葵ちゃんみたいにね、そんなに知識もビタ力もないですが、それでもね、楽しめるんだぞっていうことは、まあ、伝わってったらいいなと思うんで、まあ、間口は広くね、まあ、ぜひとも皆さん、分かんないからっていう感じじゃなくて、少しずつ、まあ、やってけば分かるし、最初なんかみんな分かんないんだから、楽しんでね、ディスクとかも触ってみてほしい。まあ、せめてパーぐらいは見た方がいいけどね。最低限の目押し力があれば全然打てる台なので、ぜひとも皆さん挑戦してみてください。はい、というわけでお送りしてまいりました、いきなり陽介第52話ですね。残念な回になってしまいましたけれども、まあ、今後ともね、めげずに僕はまだまだパツンコパツスローズさんやってまいりますので、また応援ね、グッド評価とか、あとは、
チャンネル登録、あとサブチャンネルで最近僕ちょくちょく動画出させてもらってるんで、そっちの方もね、サブチャンだから別に見なくていいだろうじゃなくて、見てもらうとまたちょっとね、ディスカップみたいに違った面白さが広がるかもしれないので、その辺もよろしくお願いしますという形で今日のところはお別れしたいと思います。ありがとうございました。さよなら、また見てね。打っていいのは打たれる覚悟のあるやつだけだ。打ってもらった方が楽になるんで打ってもらっていいですか。